まあ、さおめでとうございます。ありがとうございます。90分全体振り返ってください。まあ本当に立ち上がりのところで失点をして、こうビハインドからこう試合を進めるっていう中で、まあ、自分たちとしてはこう慌てずに自分たちのやることをしっかりとやればゴールが来るっていうのは、こう、まあ、この1年間試合を戦ってきて自分たちの自信になっていたので、そこはこう慌てることなく本当にこう90分間の中で勝利するっていうところをすごくこうみんなは意識してできたと思うので、それがゴールとか勝利につながってよかったかなと思います。その前半と後半まあ少し内容的にも変わったと思われていると思うんですけれども、そのハーフタイムのところで選手間のコミュニケーションってどういうような内容だったんでしょうか。やっぱり選手全員がこう同じ狙いで攻撃をしていくっていうところをすごく意識統一できたハーフタイムだったかなというふうに思います。その中で、同点ゴール、その中でちょっと振り返ってください。あの場面はこう自分のゴールというよりはリカコが最後の最後まで諦めずにボールを中に残してくれて、で自分にすごくいいパスをくれたので、本当に自分はリカコの思いであったりとかチーム全員の思いを持ってゴールに蹴り込めました。あそこにでも入り込んできてたっていうところも大きいんじゃないですか。まあ、小林選手を信じてっていう部分もあると思うんですけど、うん、あのポジションにいたっていうこと自体、まあ、ゴールを狙いたい狙いたいっていう気持ちであまりこう入りすぎずにこういいところでこう我慢しながら待ってたかなっていうところはあったので、そこはすごく良かったかなと思います。右足左足迷いました。あの瞬間はもう右足で行こうって決めました。でそこから、まあ、逆転まで、行けました。その逆転ゴールもアシストしてます。あの場面どうでしょう。まあ、自分がコーナーのその競りの4枚の中にこう入っている中で、まあ、自分はこう競るタイプではないので、こうみんなのこぼれ球を拾おうっていう意識があったので、あまり中に入りすぎずこうこぼれ球を狙おうと思っていたら、ちょうど自分のところにボールが転がってきたので、それをこううまく中の、タナピーだったりとかリコを信じて蹴ったので、その決めてくれてよかったです。まあ、集客の部分でいうとですね、まあ、数的にはちょっとまあ去年にも及ばなかったところはあるんですけれども、実際のゲームはやっぱスタジアムにこれだけのお客さんが来てくれたっていうところに関しては、あのプロデューサーとしては結構手応えあったんじゃないかなと思うんですけど、はい、どうでしょう。なんか昨年からの違いですごく感じたのは、すごくこうサッカーをやっている女の子であったりとか男の子が多かったかなっていう印象が今日すごく強かったので、まあ、そういう子たちにこう自分たちが何か夢を与えられたりとか、こう同じサッカー選手として何かを与えられたらすごく嬉しいなっていうふうに思いますし、これがこうどんどん続いていけば、こう自分たちのそのサッカー選手としてのやっぱりこう役目であったりとかっていうところはこう果たせるかなっていうふうに感じるので、すごくこう今日はアスリートとして一サッカー選手としてのこう幸せな時間を皆さんにいただいたかなと思います。逆にその皆さんに対してこう女子サッカーの醍醐味をすごく示せた試合だったんじゃないかなと思うんですけど、その辺どうでしょう。まあ、今日はグッズ販売のところでアイナク神戸とベレーザのコラボグッズを販売させていただいたりとかっていうところは、やっぱりこうなかなか J リーグであったりとかっていう試合では難しいかなっていうふうに思いますし、これがこう女子サッカーだからこそこう、まあ、本当にリーグの中でも一番のライバルのチームとこうやってこう同じ仲間として日本女子サッカーから引っ張っていくという思いでこういう試みをできたっていうところは、こう今回すごく女子サッカーとしての新しい試みとかそういう価値が発揮できたのかなと思います。もうシーズンが残り少なくなって5連覇現実的に見えてきてると思います。その辺はどうでしょう。まあ、残りの試合は本当にタイトなスケジュールで3試合こなすっていう中で、やっぱり試合も落とせない試合が続きますし、本当に心身ともにどれだけこう次の試合に向けて準備できるかっていうところがすごく大事になってくると思うので、そこはこうみんなで
こう一緒になって次の試合に臨めたらなと思います。今日は本当に多くの皆さんにお越しいただき、自分としてもチームとしても本当に素晴らしい時間を、皆さんに作っていただいたと思っています。これを本最終戦でも同じような雰囲気で私たちもサッカーがしたいと思っているので、ぜひ皆さんホーム最終戦は西ヶ丘へお越しください。応援よろしくお願いします。